プロ生活始まりましたけれども、はいはい、どんなお気持ちですか？いや、もう厳しいなっていうのと、すごく充実してんなっていうのがあります。ドラフト3位ルーキー、牧原康太選手。目標は打てるキャッチャー。早速公式戦初ヒットもマークし、順調な一歩を踏み出しました。ファームでは千賀投手ともバッテリーを組むなど充実の日々。そんな牧原選手は神奈川県出身。親元離れて福岡での生活はいかがですか？福岡で生活されてみて住みやすさとか。もう筑後市は住みやすいな。住みやすいですよね。綺麗です、空気が。筑後がお気に入り。ここで突然ですが、とべとべクイズ。タマスタ筑後はどこにあるでしょうか？拠点の場所ですよ、秋山選手。え、博多はここら辺ですよね。博多はここなんで。ちょっと、あれ、ほい、タマスタ筑後はここか。ちなみにペイペイドームは、え、ここです。こちらが牧原選手の頭の中にあるタマスタ筑後とペイペイドーム。なるほど。自信のほどはいかがですか？いや、ペイペイドームありますよ。ペイペイドームはここ。ここっす、絶対です、ね。正解はこちら。でーん。ええちょっと全然真逆じゃないですか、これ。本当ですか？あ、ちょっとここじゃないですか。全然違う。かなり南でしたよ。全然違いました。すいません。ごめんなさい。でもこれで学べましたね、はい、どこにあるかっていうのが。こことここですね。そうですね、うん、覚えました、はい、私もこれを機にまた覚えました。はい、ありがとうございます。もちろん私はね、もう1年経つので地区もここら辺かなって感じ。ちょっと惜しいです。惜しかったです。はい、伝説のホークス応援番組が10年ぶりに完全復活。期待の若鷹から主力選手までその素顔に迫ります。毎週日曜夜9時54分から。